平野紫耀主演ドラマのオファー殺到、テレビ界の新生。こんにちは、読者の皆さん。今回は、ジャニーズの最新動向についてお伝えします。7月26日に放送された、時をかける、にて、キングプリンスへの流せ角度と高橋山が出演し、ジャニーズ JR 時代の映像が流れたことで、ファンの考えが深まりました。そして、 今年5月22日にジャニーズ事務所を退所した平野塩と神宮寺優太、さらに2021年に退所した岩和橋玄樹の姿も映し出され、注目を浴びました。その前日、岸優太はキングプリンスを脱退し、主演映画 g m の完成披露舞台に登場し、ファンに笑顔と元気を届けました。 岸もジャニーズ事務所を9月30日に退場予定です。平野と神宮寺は7月7日にジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が立ち上げた飛べへの所属を発表しましたが、岸の挙集にも注目が集まっています。岸の飛べ入りは規定路線でしょう。 滝沢市のインスタグラムは1月中旬から更新が止まっていましたが、元 V6 の三宅県の戸部所属が発表された翌日に、突然3枚の火山写真を連投。最初の1枚が赤、次が水色で、3枚目が紫が買った写真だったのですが、これが平野のシンク、神竜寺のターコーイズブルー、騎士の紫とメンバーカラーに呼応しているとしてにおわせだと騒がれました。 実際、平野と神竜寺の所属発表時には、シンクとターコイズブルーの花束がそれぞれ用意され、金プリ時代のメンバーカラーを明らかに意識していましたから、騎士の合流も固いと見られるわけです。13日発売の、女性セブン、小学館によれば、平野と神竜寺の音楽活動は、騎士の合流を待ちたい、として10月以降に始動するとのことで、 ファンの関心事は3人のグループ名に移っています。芸能ライター。とべには、三宅、平野、神竜寺に続き、7月14日には元ジャニーズ JR のインパクトオーズ改めイムプへの所属が発表され、今後もやめジャニーが合流すると見られています。業界中がとべの動向に注目していると言っても過言ではありません。 来年にかけてかなり大規模なライブイベントを仕掛けていくようですが、タレントの退場ラッシュで弱体化している今のジャニーズに忖度するよりも、むしろ彼らを使いたいと考えているレコード会社の上層部も少なくない。とりわけ、元金プリ組の新曲発売は、そう遠くない時期に実現するのではないでしょうか。音楽関係者。一方、 テレビ界が注目しているのは何と言っても平野です。インスタグラムを開設するや、わずか2日足らずでキングプリンスへのフォロワー数を抜き、27日現在で359万票を誇ります。本格的な活動がスタートすれば、木村拓也、およそ399万、や嵐、およそ439万、を抜き去る勢いとなるかもしれません。 先日日本テレビの定例会見で金プリの冠番組の話の際に平野神宮寺についての質問が飛び出しましたが編成担当の福田博之専務は具体的な番組の出演については各番組個別の判断になるので今現在はここで報告できることはございません。と起用について明言を避けました。 しかし、水面下ではすでにテレビ各局で平野の主演ドラマ企画が飛び交っている状況です。ジャニーズとの兼ね合いもあるでしょうから難しい面もありますが、視聴率が見込めるのは確実なだけに、奪い合いとなるのは時間の問題でしょう。テレビ関係者。 ジャニーズに残った長瀬と高橋の日本テレビでの主演ドラマはどちらも視聴率の全話平均が4%台前半に終わり、配信人気も振るわなかっただけに、業界内外から平野大暴論が巻き起こるのは想像以上に早いかもしれません。結論。ジャニーズの動向は常にファンや業界に大きな注目を集めています。 トレに所属するメンバーの今後の活動や、ひらの仕様の活躍について、ますます目が離せない状況が続いています。どのような展開が待っているのか、今後の情報に期待しましょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。今後もエンターテインメント界の最新情報をお届けしますので、お楽しみにしていてください。どうぞお元気でお過ごしください。